はい、おはようございます。五郎でございます。1月10日火曜日、今朝の一言を始めていきたいと思います。今朝の一言は、強烈な願望を持つということで、解説文を読んでいきたいと思います。願望を成就につなげるためには、波に思ったのではダメだ。生半可なレベルではなく、強烈な願望として、寝ても覚めても四六時中そのことを思い続け、考え抜く。頭のてっぺんからつま先まで全身をその思いでいっぱいにして、切れば血の代わりに思いが流れる。それほどまでにひたむきに強く一筋に思うこと、そのことが物事を成就させる原動力となるということなんですけども、まあこれ昨日もお話ししましたけども、個人的におすすめなのは、まあ朝のアファメーションをするということで、でまあなんつうんだろうな、強烈に思うことはまず大事だと思うんですけど、まあそれをいかに具現化するかってなった場合に、まあこれ僕のやり方ですけども、朝のアファメーションの一つとして、まあ3ヶ月以内になんか叶うといいなみたいな願望も含めてですけど、それをまあ20個書き出してるんですけど、やっぱ書くっていうのって結構思いが入るんで、結構叶う確率が上がるというか、やっぱ思ってるだけだとほわっとしてしまってちゃってるんで、それをもうより強固に思い描くようにするには、書いたりとか、まあそれをよくね言われてるのが、その達成した、状況、まあ心持ちみたいなものも含めてイメージするとか、あとまあビジュアルでイメージしとくっていうのも非常に大事だと思うんで、その書き出す、なんかビジュアライズする、あとまあこれ最近やってないですけど、その願望を叶えるまでのプロセスをなんかストーリー風にして作っておいて、それを自分の声で読み上げて、それを、自分の声を聞くっていうのは、まあこれもね結構個人的にはおすすめのやり方なんですけども、何かねそういう目標みたいな夢みたいなのがある方はね、一度ちょっと3ヶ月ぐらい試されるのはいいんじゃないかなというふうに、思っている五郎でございます。ということで、今日も頑張ってまいりましょう。